ド王国の成立と黄金時代、皆さんはポーランド王国がどのようにして形成され、どんな試練を乗り越えたかご存知ですか？今日は10世紀にスラブ系ポーランド人が建国したポーランド王国の起源と、その後の成長、特に14世紀初めの歴史的展開について解説します。 1. ポーランド建国とカトリックの授業。ポーランド王国の起源は10世紀に遡ります。この時期、スラブ系のポラニェ族が主導し、現在のポーランド地域に初めて統一された国家を形成しました。ポラニェ族はポーレ、平原という言葉から名付けられたとされ、これが後のポーランド国名の由来となります。彼らは西スラブ人の一派で、周囲の諸族と異なる独自の発展を遂げました。国家形成の重要な要素としてカトリックの需要があります。ポーランド王国は西欧との強い結びつきを模索し、キリスト教の需要を通じて政治的な正当性と国際的な支持を確保しました。これによりポーランドは西欧キリスト教世界の一部として認識され、その後の発展に大きな影響を与えたのです。初期のポーランドはオーデル川とビスワ川の間の広大な地域に広がり、地理的にも戦略的な位置にありました。カトリックの需要はこの地域での文化的統一をもたらし、西欧との文化的政治的な結びつきを強化しました。この時期ポーランドは神聖ローマ帝国とも緊密に関わりつつ、独立した政治体制を築くことに成功しました。 2. 神聖ローマ帝国からの自立。11世紀からポーランド王国は神聖ローマ帝国からの政治的および宗教的独立を段階的に確立していきました。このプロセスはポーランドの主権と国家アイデンティティの強化に寄与しました。カトリックの需要後、ポーランドはローマ教皇と直接的な関係を築くことで、地域内での宗教的な自立を図りました。これは神聖ローマ帝国の宗教的影響力からの脱却を意味し、ポーランド教会の自由を確保する重要なステップでした。さらにポーランド王国は教皇庁との関係を利用して帝国の政治的介入に対抗しました。政治的にはポーランド王国は内政の自主性を確保しようと努め、神聖ローマ帝国の皇帝との間で緊張がしばしば発生しました。ポーランドの王たちは帝国の封建的制度から自国を守るため、国内の統治機構を強化しました。これには法制度の確立、行政の中央集権化、そして軍事力の拡充が含まれていました。これらの政策によりポーランドは徐々に神聖ローマ帝国の政治的影響力から距離を置くことに成功し、11世紀以降完全な国家としての独立を実現しました。 3. モンゴルの侵攻とアールシュタットの戦い。1241年、ヨーロッパは中央アジアからの未曽有の脅威に直面しました。モンゴル帝国の将軍バトゥが率いる軍隊がポーランドへの侵攻を開始し、ワールシュタットの戦いでポーランドドイツ連合軍を打ち破りました。この戦いは中央におけるモンゴル帝国の軍事的拡張の一環であり、その速攻戦術と騎兵戦術はヨーロッパの軍事戦略に大きな衝撃を与えました。モンゴルの侵攻は中央アジアと東欧を横断する広大な領域に影響を及ぼし、多くの国々に恐怖を植え付けました。バトゥの軍は圧倒的な数と機動力で知られ、攻撃前には詳細な偵察を行い、敵の弱点を徹底的に分析してから攻撃を仕掛けました。ワールシュタットの戦いではポーランド王ヘンリク2世が率いる連合軍がモンゴル軍の戦術に完全に対応できず大敗を喫しました。戦いの結果、ポーランドは一時的な混乱と恐慌に陥りましたが、モンゴル軍は長期的な占領を行わずに東へ撤退しました。この出来事はポーランドにとって重要な教訓となり、その後の軍事改革の契機となりました。またこのモンゴルの侵攻はヨーロッパ諸国に対する一時的な脅威でありながら、ヨーロッパの歴史において軍事戦術の再考と国防の強化の必要性を強調する事件として記憶されています。ポーランドはこの敗北から立ち直り、国内の統合と防衛体制の強化に努め、14世紀に入ると再び地域の強国としての地位を確立しました。 4. モンゴル支配後のポーランドの回復。モンゴルの侵攻による打撃から回復する過程で、ポーランドはその政治的および軍事的な構造を強化し、中央ヨーロッパでの地位を再確立しました。モンゴル軍が1241年の侵入後に早期に撤退したことで、
ポーランドはその政治体制を再構築する機会を得ました。この時期はポーランド国内の治安維持と領土の防衛体制の強化に重点が置かれた最高の時代となりました。国王と貴族たちは国内の統制を強化し、軍事力を中心とした国防の整備に努めました。特に国境地帯の防衛施設が強化され、地方の軍事組織が再編されました。また農業生産の回復と商業活動の促進によって経済の基盤も強化され、国内の安定と発展が進みました。この政策は国内のさまざまな社会層からの支持を得ることで、王権の権威を確固たるものにしました。さらにポーランドは国際的な外交を通じて近隣国との関係を修復し、地域の平和と安全の確保に努めました。この時期に確立された政策と改革はポーランドを14世紀の中央ヨーロッパの政治的パワーハウスへと導きました。国内の回復と再興は後のカジメシュ3世の全盛期の基盤を築くことにも寄与し、ポーランドは再び独自の文化と政治のアイデンティティを確立していきました。このようにモンゴルの侵攻からの回復期を経て、ポーランドは軍事的および政治的に再び強国としての地位を確立し、その繁栄はヨーロッパ中にその名を知らしめることとなりました。5. カジメシュ大王の統治と改革。14世紀のポーランドはカジメシュ3世の統治の下で全盛期を迎えました。彼の治世は中央集権化と法制の整備が進んだことで特に知られており、ポーランド王国は地域の政治的経済的安定を実現しました。カジメシュ大王は王権を強化する一方で貴族の力をバランスよく管理し、彼らの支持を基盤として国内の統制を強めました。法制の整備においては彼は新たな法律を導入し、それにより司法制度が整えられました。これにより法の支配が確立され、民衆の間での法への信頼が高まりました。またカジメシュ3世は教育と文化の振興にも力を注ぎ、1364年にはクラクフにヤギエオ大学を創設しました。この大学は中央ヨーロッパで最初の高等教育機関の一つとなり、学問と芸術の中心地としてポーランドの文化的地位を高めました。農民と市民層への政策においてもカジメシュは配慮を示し、彼らの権利を保護する法律を制定しました。これにより国内の社会的な安定が保たれ、経済活動が活発になりました。特に農業の発展が国の経済成長に寄与しました。カジメシュの政策はポーランドを中世後期の強国へと導き、その治世はポーランド黄金時代と称されるに至りました。 6. クラクフ大学の創設。1364年ポーランド王国のカジメシュ3世はクラクフに大学を設立し、これが後にヤギエオ大学として知られるようになりました。この大学の設立はポーランド及び中央ヨーロッパの教育と文化の発展に大きな影響を与えました。カジメシュ3世の時代にクラクフ大学が設立された背景には、国内での知識人層の育成と学問の促進の必要性がありました。王は国の知的基盤の強化と文化的地位の向上を目指し、ヨーロッパの他の大学都市との競争に対抗するためにこの大学を創設しました。クラクフ大学は法学、医学、哲学、そして後には神学の学部が設けられ、多くの学生や学者がこの地に集まることとなりました。大学の設立はクラクフを知識と文化の中心地として確固たる地位に押し上げ、学問の自由と思想の交流が促されました。また教育施設の充実は地元の経済にも寄与し、市民生活の質の向上にもつながりました。文化面では大学を中心に芸術や文学が栄え、ポーランドの文化的なアイデンティティの形成に寄与しました。このようにクラクフ大学の創設はカジメシュ3世の知識への敬意と未来への投資であり、ポーランドだけでなくヨーロッパ全体の学問と文化における一石を投じる出来事でした。この大学からはコペルニクスといった多くの優れた思想家や学者が輩出され、ポーランド及びヨーロッパ文化の発展に大きな影響を与え続けています。まとめ。ポーランド王国は多くの困難を乗り越え、カジメシュ3世の下で全盛期を迎えました。彼の政策がポーランドをどのように形作ったのか、そしてその遺産が今日のポーランドにどう影響を与えているかを振り返ります。この動画がポーランド王国の魅力的な歴史に光を当てる手助けとなれば幸いです。もっと知りたい内容があればコメントで教えてください。チャンネル登録といいねを忘れずにお願いします。